い、どうもこんにちは、まみよしです。今日はね、 iPhone 11と iPhone 11 Pro、 そして Pro Max 単体のね動画を出したんですけども、今回はその iPhone 11と Pro、 Pro Max を実際に比較してどう性能が違うのかとかを一緒に見ていきたいなと思います。ということで早速やっていきましょう。まずはこちらですね、 iPhone 11、 iPhone 11 Pro、 Pro Max、 こちら3台並べてます。まず空張りなんですけども、空張りは11と Pro 系で空張りは異なってます。カラフルなカラーが欲しい方は11を選ぶことになると思います。で、11で何色があるかというと、パープル、イエロー、グリーン、ブラック、ホワイト、プロダクトレッドの6種類になります。そして11からの新カラーはこちらのパープルとグリーンになってます。僕的にはこのパープルが好みなので、こちらのパープルを買おうかなと思います。で、そして11 Pro、 こちらはミッドナイトグリーン、シルバー、スペースグレー、ゴールドの4種類になります。こちらのプロ系は新色はこちらのミッドナイトグリーンになります。で、プロマックスも一緒のカラーリングですね。そしたら次、値段見ていきましょう。値段はですね、こちら下に書いてあります。値段は iPhone 11が 74,800円から、 11 Pro が一気に 32,000円上がって 106,800円から、で、そしてプロマックスになるとさらに 13,000円上がって 119,800円からになります。こちら全部税別なので 8% の消費税がつきます。なので11 Pro Max、 一番低い容量のモデルでも129,384円になります。消費税 10% になったらもう13万超えますね。なのでかなり高くなってます。 MacBook シリーズの一番安いモデルが買えちゃう値段ですね。なのでパソコンが欲しいとか迷ってる方は、この Pro Max はちょっと高いかなっていう感じはあるかなと思います。この3機種の中で一番コスパがいいって感じるのはやっぱり11ですね。11と11 Pro Max、 こちらの値段の差はもう4万5000円ですね。高い。これだけ3万4万値段が違って、で、 iPhone 11の後にね、 Pro と名前がつくので、相当じゃあスペック高くなってるんだろうなって皆さん思うと思うんですけども、その辺気になるので見ていきましょう。まず特徴、 iPhone 11は 6.1 インチになります。 11 Pro は 5.8 インチ、 iPhone 11 Pro Max が 6.5 インチ、こちら画面サイズになります。で、何が違うかというと、 Pro シリーズと違うのはこちら、リキッドレティナ HD ディスプレイが iPhone 11 Pro になるとスーパーレティナ XDR ディスプレイ。ということで、こちらはね、有機 EL ディスプレイになります。黒が発光しないタイプの高品質な有機 EL ディスプレイになります。ただね、iPhone 11のこちらのリキッドレティナ HD ディスプレイ、こちらもかなり綺麗なので、あんまりね、その画質の違いに気づく方はいないんじゃないかなと思います。まあ、黒のね、沈み込みは断然有機 EL なんですけども、そこまでね、普段の生活で気になるかって言ったら、ほとんど気にならない感じかなと思います。で、そして、こちら iPhone 11、 ガラスとアルミニウムのボディ、プロシリーズはテクスチャードマットガラスとステンレススチールのボディ。ということでね、こちらボディの丈夫さがね少し違う、記事で見たんですけれども、このプロシリーズはかなりねボディが頑丈ということで、コインとかでね傷つけようとして金属片が出て削れちゃったと思ったら、逆にコインの方が削れてたみたいな記事があって、なので相当ボディが丈夫、そしてガラスもかなり強化されてるテクスチャードマットガラスというガラスなので、落としてももしかしたら割れないのかもしれないです。まあ、その辺はねまだ発売してないので何とも言えないんですけれども、その発売して落とす人出てくると思うので、発売したらその辺も皆さんにね伝えられたらなと思います。ということで、プロシリーズは11より少し丈夫という感じで覚えていただけたらなと思います。まあね、 TPU 素材の硬いゴムみたいな素材のケースをつけてれば、11でもね全然割れるとかそういうことはあまりないので、11が脆いっていうことはないので、その辺は間違えないようにしましょう。で、次こちら、こちらがね一番違うと言っても過言ではないカメラ部分ですね。11はデュアルカメラ、超広角と広角、広角っていうのは1倍のカメラ、超広角は 0.5 倍の倍率のカメラになります。なので普段撮ってる写真より広角で撮れる感じのカメラの2つになります。それに対して11 Pro はトリプルカメラになってます。超広角プラス広角
プラス望遠ということで、11に望遠のカメラ、2倍ズームですね、2倍ズームのカメラがついた感じになります。で、11 Pro と Pro Max、 こちらは両方ともカメラは一緒ですっていう感じで、望遠のカメラが欲しい方は Pro シリーズを選ぶのがいいかなと思います。で、そして次、最大 60fps の 4K ビデオが撮れる True Depth カメラ、これは全部一緒ですね。なのでもうここら辺は変わらないです。で、 Face ID も変わらないですと。 Face ID はもしかしたら、Pro シリーズは少し認証が早いのかもしれないです。その単体のページを見たんですけれども、 Pro シリーズには Face ID 30% 高速化って書いてあったんですけれども、 iPhone 11の方には書いてなかったので、もしかしたら Pro シリーズだけ Face ID はちょっとパワーアップしてるのかもしれないです。ただスペック表とかを見るとね、あんまり変わってなかったので、ちょっとここら辺は真偽は不明です。で、そして肝心なチップですね。パソコンでいう CPU とかグラフィックボードとか、そういう感じのものがこちらのチップになります。第3世代のニューラルエンジン搭載 AA13 バイオニックチップ、11も11プロも11プロマックスも全て同じものになります。なのでね、基本的なスペックっていうのはどれも変わらない形になります。3万4万違うのにチップは変わらないと。なのでね、僕は11が一番コスパがいいのかなって思ってます。で、次、ここは結構変わりますね。 iPhone 11XR より最大1時間長いバッテリー駆動時間、まあこれはね、まあ1時間ぐらい伸びたんかで多分終わると思うんですけども、驚くのはこっちですね。 Pro と Pro Max、 iPhone XS より最大4時間長いバッテリー駆動時間ということで、4時間も長くなります。 Pro Max に関しては XS Max より最大5時間長いバッテリー駆動時間ということで、かなり長くなってます。もう Pro Max 買ったらモバイルバッテリーなんていらないですね、ということでかなりいいかなと思います。で、そしてこちら、防水性能が少し違います。11は水深2メートルで最大30分間の耐水性能、まあ、これでもね、かなり耐水性能は高いんですけれども、 Pro とか Pro Max に行くと水深4メートルで最大30分間の耐水性能ということで、まあ防水性能としては倍の深さでもいけるようになってます。ただね、2メートルのところに30分も沈めることはないと思うので、この辺はね、普通に使う人にとっては変わらないかなと思います。僕はね、 iPhone7 からフロアに入るときにね、シャワーでびっちゃびちゃに毎日してるんですけれども、それでも壊れないので、まあ11でも11プロでも変わらないかなと思います。で、そして容量は、まあ64ギガは統一ですね。すべてのものに64ギガがあります。11は64ギガ128、256なんですけれども、11プロ、プロシリーズには128がなくなって256、そして512まで容量がアップしています。 512GB ないと足りないよっていう方はプロシリーズを選ぶのがいいんじゃないかなと思います。で、ちなみにこれ106,800円からって言ったんですけども、これ容量上がるごとに高くなるので、 512GB こちら選んだらまあ13万とかいきますね。プロマックスに関しては512選んだら15万16万いくので、まあいいパソコン、いいノートパソコンとかが買える値段になります。で、こちらディスプレイの詳細ですね。 iPhone 11は IPS ディスプレイということで液晶になります。プロシリーズは OLED ということで有機 EL ディスプレイになります。この辺は違いますね。で、解像度も違います。 PPI、 これはね、ディスプレイの、まあ、密度と捉えてもらえればいいんですけれども、こちら iPhone 11は 326ppi、プロシリーズは 458ppi ということで、密度が凝縮されているのでさらに綺麗に見えるかなと思います。で、有機 EL ディスプレイと液晶の違いでコントラスト比も結構違いますね。だから色合いめちゃめちゃ綺麗な映像が見たいとかいう方は有機 EL のプロシリーズを買うのがいいかなと思います、お財布事情に余裕があれば。で、そしてトゥルートーンディスプレイは一緒ですね。公式域ディスプレイも一緒、触覚タッチも一緒。今回の iPhone 11シリーズは 3D タッチがなくなって触覚タッチになりました。で、あとはディスプレイの明るさですね。最大の輝度が625、それに対してプロシリーズは800ニットということで最大の輝度が少し上がってます。で、デザイン、こちらは、素材ですね。テクスチャードマットガラスとステンレスチール、プロシリーズは丈夫なものになってます。重量なんですけれども、まあこれは大きさに伴ってっていう感じですね。11プロが一番ちっちゃくて 188g で、次は iPhone 11で 194g、 プロマックスで 226g、 大きさもプロ11プロマックスという感じで、大きさ違ってます。厚さを見るとね、11だけ 0.2 ミリだけ、分厚くなってます。ただね、あんまり違いはわからないかなと思います。で、防水性能は先
さっき言ったように少し違います。チップは全く同じで、カメラ性能なんですけども、カメラは望遠がプロシリーズについてます。 F2.0 で、これ全部の iPhone 11シリーズに共通してるんですけども、超広角カメラには手ブレ補正がなかった気がします。なのでビデオで手ブレがない映像とかを撮りたいってなった場合は、この広角か望遠で撮る形になるんじゃないかなと思います。手持ち撮影をする場合、超広角で撮ると少しブレちゃうかなっていう感じはあります。で、そしてナイトモードは全てに対応してます。で、自動調整で、あ、こちらですね、 iPhone 11が光学式手ブレ補正1個です。で、11 Pro シリーズはデュアル光学式手ブレ補正ということで、広角レンズと望遠レンズに手ブレ補正がついてます。なのでこの3機種どれも超広角には手ブレ補正はついてません。この辺ちょっと注意ですね。次の来年のモデルにはトリプル光学式手ブレ補正になるんじゃないかなと思います。で、あとは2倍の光学ズームアウト、最大5倍のデジタルズーム、これは2倍の光学ズームインがあるので10倍のデジタルズームができるっていう感じですね。2倍の光学ズームアウトっていうのは 0.5 倍の倍率の超広角のレンズになります。で、あとは全部一緒ですね。ビデオ撮影 4K ビデオ撮影は、全部対応してます。 1080p も60フレームまで、 4K も60フレームまでですね。で、ビデオの拡張ダイナミックレンジも3機種対応してます。ビデオ性能はまああれですね、2倍ズームがついてるので、プロとプロマックスは2倍ズームをしたまま動画が撮れますと。11は2倍ズームをする場合は電子式のズームになるので、ちょっと画質は荒れてしまいます。で、オーディオズームも全部ついてますね。クイックテイクビデオもスローモーションも全部一緒です。タイムラプス、ステレオ録音一緒ですね。で、フロントカメラはというと、こちらも一緒ですね。うん、全部一緒。映画レベルのビデオ手ブレ補正 4K1080p、 インカメも 4K まで撮れます。拡張ダイナミックレンジを使う場合は 30fps までに制限されます。で、通信事業者はソフトバンク、 au、 ドコモ、まあこれはいつも通りですね。通信の規格はどの機種も変わらないです。フェリカもちゃんと対応してますね。フェイス ID も多分一緒かなと思います。で、Apple Pay も一緒。ビデオ、オーディオ、ドルビーアトモスも全ての機種に対応してます。で、ビデオ再生が少しだけ違いますね。ドルビービジョンと HDR10 のコンテンツに対応。プロシリーズはハイダイナミックレンジに対応してます。まあ、どれくらい違うのかちょっとわからないですけども。で、Siri に対応して、電源はプロシリーズはかなり長くなっています。ワイヤレス充電も全て対応。で、ビデオ再生は11が17時間で、プロマックスは20時間。まあ、3時間ぐらい違いますね。オーディオ再生だと15時間違います。で、高速充電は全てのモデルに対応。で、ここで注意してもらいたいのが、この高速充電に全て対応してるんですけども、付属の充電器。iPhone 11は 5W の多分充電器がついてくるかなと思います。付属の、充電ケーブルも超高速の充電には対応してないです。それに対して、プロシリーズは付属の充電器が 18W のものがついて、それは USB Type-C のコネクタなんですけども、その Type-C から iPhone のライトニング端子に変換するケーブルがついてます。そちらで充電すると高速の充電ができるようになります。で、付属のヘッドホンは全部一緒ですね。なので付属品のその高速充電に対応してる充電器か、それとも違う充電器かっていうのが違います。まあ、この高速充電ができる充電器っていうのはまた別売りで売ってて、充電器本体がだいたい2800円で、ケーブルが1800円だったかな。なのでまあ4000円5000円ぐらいで買えるので、めっちゃ早く充電したいって方は別売りで iPhone 11とあと充電器とケーブルを買うと、まあ iPhone 11でも高速充電ができますよと、そういった感じになります。なので iPhone 11を買って後から充電遅いって感じたら、そういうのを買ってみるのもいいかなと思います。はい、ということでね、今回は新しい iPhone 3機種を徹底的にね比較してみました。僕的のおすすめは今も変わらず iPhone 11になります。バッテリー持ちを気にしたり、全部1台でやりたいって方はプロシリーズ買ってもいいかなと思います。あとズームしたい方、お財布に余裕がある方はプロシリーズ、あとあれですね、このカメラなんか集合体恐怖症の方とかは、このカメラがもうすごい気持ち悪いっていう方いるらしいので、そういう方は iPhone 11のこちらにするのがいいんじゃないかなと思います。皆さんはどの iPhone 11シリーズ買いますか？よかったらね、ぜひコメントで教えてください。他にもね、今回の iPhone シリーズだったり iPad、Apple Watch の動画出してますので、ぜひそちらも見てみてください。気に入ったらね、ぜひチャンネル登録の方お願いします。 iPhone 11は発売日当日にレビュー動画出します。 Apple Watch ももしかしたら買うかもしれないです。ということで、バーイ。